黄色症状映え、黄色症状映え、黄色症状映えは、早め、早しめ症状映えかの昆虫である。生物学の様々な分野で、モデル生物として用いられ、多くの発見がなされた。特に遺伝学的解析に優れた性質を持つ。単に、症状映えといえば、本種を指すことも多い。黄色症状映えは、体長3ミリメートル前後と小さく。 自然界では熟した果物類や樹液及びそこに生育する天然の酵母を食料とする。酵母は果実や樹液を代謝しアルコール発酵を行うため、症状媒は酒やすに誘引されると考えられる。糞便や腐敗動物質といったタイプの汚物には接触しないため、病原菌の媒体になることはない。この種はアフリカ中央部に起源を持ち、現在では 世界各地の暖かい地域で見られる。寒い地域でも夏場だけ移動してきたり、暖かい場所で冬を越したりする。冬眠することはない。日本では野外や人家、主に台所などを食品がある場所で普通に見られる。俗にコバエとも呼ばれ、身近に見られることや、口術の生物学的な特性から小学校でのバナナなどの果物を使って保する実験に始まり、 大学の生物学や遺伝学での実験まで広く利用されている。一方、大量に発生すると不快感を感じさせるため、誘引して殺すための殺虫剤が入ったトラップ器具が大手殺虫剤メーカーから発売されている。黄色症状場へのモデル生物としての利点は以下のことが挙げられる。症状場への世代間隔は10日、摂氏25度、寿命は2ヶ月。 一匹のメスは、1日に50個前後の卵を産むことが、できる。体長2から3ミリメートル、研究室では、成虫、幼虫ともに乾燥酵母、コーンミール、初頭などを寒天で固めた餌で飼育される、写真。症状映えは、肺気、幼虫棄、さなぎ棄、成虫棄の4つの発生段階を持つ、完全変態昆虫である。幼虫棄には二回脱皮を行い、 それぞれ一例、幼虫、二例、幼虫、三例幼虫と呼ばれる。摂氏25度で飼育すると、廃棄、1日、1例幼虫期、1日、二例幼虫期、1日、三例幼虫期、2日、さなぎ期、5日を経て成虫になる。卵には、細胞核や栄養だけでなく、様々な遺伝子産物が、母親から供給されている。 これらの遺伝子産物には卵の中で偏って存在しているものがあり、この偏りが範囲内での位置情報となり、体軸や生殖細胞の形成などに重要な役割を持つ。受精核は分裂して細胞表層に移行し、評価図を行う。極初期に決定された位置情報をもとに、シグナル伝達などを介した形態形成が速やかに進行する。幼虫期の脱皮。 変体は、洋弱ホルモンやエクジソンによって制御されている。幼虫の体内には、将来成虫の体を形成する、成虫元気という組織がある。成虫元気は三例幼虫後期に増殖、分化し始め、さなぎの間に、成虫の体を形作る。四体の染色体があり、性染色体を第一染色体として、常染色体を、第二、第三。 第四染色体と呼ぶ。性染色体は人と同じ剤型だが性決定機構は異なる。第四染色体は非常に短いためしばしば無視される。幼虫の唾液腺の染色体は核分裂を伴わずに DNA 複製を繰り返しタイト化するため非常に巨大になる。この唾液腺染,染色体に見られるバンドパターンは詳細に記載され。 組み換え値との比較から細胞学的遺伝子地図が作成された。ゲノムサイズは 1.65x10 塩基体、おおよそ1万4000の遺伝子があると推測されている。2000年には、ほぼすべてのゲノム塩基配列が解読された。多細胞生物としては戦中に次いで2番目、ゲノムプロジェクト。人の病気の原因として知られている遺伝子の61%が、 症状媒にもあり、遺伝的には人と症状媒は非常に似ているということができる。パーキンソン病やハンチントン病などの人疾患の病理メカニズムを解明するためのモデルとしても注目されている。成虫は性の走行性と負の装置性を持つ。さらに分子解剖学的に脳の神経回路をすべて記述する試みがなされている。交尾は 症状映えで最も詳しく観察された行動であり、性決定などに関する研究がある。夜、暗記には哺乳類の睡眠に類似した行動を示す。これは、サーカディアンリズム、外実周期を刻み、この周期が変化する変異体も得られている。さらに、1970年代後半から始まった研究により、症状映えは、記憶や学習といった行動を示すことが明らかとなった。 その後の遺伝学的な解析から様々な記憶、学習に関係する遺伝子が定めされ、近年では蛍光タンパクなどを用いた記憶や学習を司る脳の回路解析が行われている。また、アルツハイマー病やパーキンソン病などのモデル動物も作成され、脳機能解析における実験動物として有用視されている。 症状え研究は一世紀にわたる歴史を持つ。初期は遺伝学の材料として、現在では主に発生生物学のモデル生物として用いられている。遺伝子に関連した部分での動物の発生における多くの知見は症状え研究で最初に明らかにされてきた。症状媒が生物学の材料として登場するのは1901年。 当時ハーバード大学にいたが大量飼育し、に、遺伝学の材料として進めたのが最初と言われる。遺伝学の研究材料として、有名にしたのは T.H. モーガンと、その一派、C.B. ブリッジス、H.J. マラーラ。彼らは1908年から症状梅を用い始め、1910年には、最初の突然変異体、ホワイト、白眼を発見した。さらに、 変異体と異常染色体の関連を観察し、遺伝子が染色体上に存在することを証明3点交雑法により、染色体上の遺伝子の配列を表した連鎖地図を作成し、染色体説を実証した。この業績によりモーガンは1933年にノーベル生理学・医学賞を受賞。遺伝学研究では突然変異体を用いるのが情報だが、 自然状態で突然変異が起こる確率は非常に低く発見が困難だった。この問題は H.J. マラーの研究によって解消される。マラーは症状外に X 線を照射すると表現型に遺伝的な影響を及ぼすことを発見し、これが X 線による遺伝子突然変異であることを裏かにした1927年。 この業績により彼は1946年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。以降、多数の突然変異体系統や異常染色体系統が樹立された。このようにして古典遺伝学は流星を見る。しかしここまでの遺伝学では表現型の関節は主に成虫を用いており、発生に関する知見は乏しかった。動物発生学では主に肺を、 研究材料としていた。観察や実験操作の容易さから大きな卵を持つカエルやウニが用いられることが多く、症状場への肺は小さく、不透明な乱獲を持っているため発生学には向かないとされていた。また、昆虫の発生は人とは全く異なるため、研究する意義が低いと考えられていた。しかし顕微鏡や観察技術、分子生物学の発展に伴い、 ホメオボックスが発見されるに至ると、症状灰で培われた遺伝学は発生学と融合することになる。ホメオボックスは、ホメオティック変異の研究から発見された。ホメオティック変異とは、ある組織や機関が別な組織や機関になるという変異である。症状灰で、初めてのホメオティック変異 BX は、モーマン研究室のブリッジスによって1915年に、 発見されていた。BX 変異体の組み合わせによっては、胸部第三節が第二節に変化し、4体の羽を持つようになる。モーガンの孫弟子にあたる E.B. ルイスは、多数の BX 変異を作成し、この変異表現型が BX 遺伝子群によって引き起こされるという説を発表した1978年。この間に遺伝子発現の定義が、 分子生物学によってなされ、症状場へでも遺伝子クローニングや遺伝子導入といった分子生物学的手法が導入された。また小さな歯を扱うための顕微鏡や観察技術も発展した。さらに幸運なことに1976年には P 因子と呼ばれるトランスポゾンが発見され、1982年頃からはそれまで細菌や酵母でしか行えなかった医師導入が 比較的容易に行えるようになった。イコー P 因子を用いた様々な技術が開発されている。分子生物学的手法を用いて、1983年から84年にかけて W.J. ゲイリングラと T. カウフマンラによってホメオティック変異の原因遺伝子が独立にクローニングされた。延期配列を決定したところホメオティック遺伝子には180。 BEP の共通した配列があり、ホメオボックスと名付けられた。驚くことに、ホメオボックスを持つ遺伝子は、症状映えだけなく、人から、線虫、植物、酵母など深刻生物に広く存在していることが明らかになった。生物は発生のような複雑な現象においても、基本的には共通の系を使っていたのである。このことは線虫をはじめ、 他のモデル生物研究を加速させた。1980年代、シーニュースラインフォルハルトとイーカイウィーシャウスは大量の突然変異系統を樹立し、症状媒肺の大切形成に注目した表現型の観察を行った。彼らは肺におけるタンパク質の濃度勾配が大切形成に重要であることを明らかにし、この研究で ホメオティック遺伝子の発言機構が解明された。このように発生を遺伝子の言葉で説明することができるようになり、発生学と遺伝学は統合された。このことは1995年に初期肺発生の遺伝的制御に関する発見により、E.B.、ルイス、ニュースライン、ホルハルト、B. シャウスラがノーベル生理学、医学賞を受賞していることに象徴される。 発生学の分野では1935年のハンス・シュペーマンの受賞から60年後の子である。ゲノムプロジェクトによるゲノム解読終了は分子生物学的研究をさらに発展させることになる。また比較ゲノム学的な観点から進化の研究も行いやすくなった。黄色症状場へのいくつかの禁煙種でもゲノムプロジェクトが進行中である。 1920年にアメリカのパールは人工統計学の基礎研究として症状場への個体群成長について実験を行いロジスティック曲線を提唱した。また、これに関わって密度効果を見出した。ただし、それ以降の研究では使われることが少なくなった。これは観点場位置などの餌がこの分野でのより詳細な分析には向かなかった。 たとえ、培養中に虫の実を得り出して、別の培地に移すなどの操作が困難ためで、国盗友時等がそれ以降は使われた。遺伝子の命名法は、生物種によって多少異なる。ここでは、症状培について紹介する。突然変異の解析から同定された遺伝子は、最初に得られた変異体の表現型にちなんだ命名をされる。この場合、遺伝子は、 その機能と逆の名前が付けられる。遺伝子名は、車体で表記し、劣性変異は小文字で、優性変異は大文字で始める。近年は、哺乳類などで解析が進んでいたものを症状倍でも、逆遺伝学的に研究する例も増え、その場合はしばしば、D メラノガスターの省略である D や D デシメートルを遺伝子名の前につけることが、かつてあった。論文等における発表では、 このような表記が使われることはあるが、事実上の標準であるフライベースに登録されるとき、こうした説答語は冗長であるとの理由により修正される。通常、遺伝子名は遺伝子記号と呼ばれる略称で表記される。初期に発見された遺伝子は1文字や2文字、例えばホワイトは W だったが、近年では3文字以上を用いる。例遺伝子名、遺伝子記号から微行。 症状映え研究者はウィットを聞かせた、時として、ダジャレのような遺伝子名をつける伝統を持つ。例えば、武蔵、毛が二本になる二刀流の宮本武蔵、悟サトリ、オスが交尾をしないサトリの境地、ハムレット、神経になるべきかならざるべきかシェイクスピアの儀曲、ハムレット、坊主、毛が見られない坊主など、多少物種の研究者の中には、 このような習慣に否定的な意見を持つ人もおり、ネイチャー誌で議論がなされたことがあったが、症状映え研究者はおむねこの伝統を誇りにしているようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。